はい、木曜8時5です。ですね、月曜日ですね。ちょっと午後に病院行こうと思ったんですけども、休診だったもんで、今日ちょっと行く感じですね。まあ、今日は11時前なので、若干余裕持ってきましたけどもね。ブルーインパルスのまた練習ですね。月曜日はですね、ちょっと予定が変更になっちゃったんですけども、常磐の里のですね、双子の湯に入ってこれましたので、まあ良かったんですけどもね、今日もちょっと、病院なんですけども、ちょっとサウナだけでも入りたかったので、ちょっと行ってみようかなという感じですね。ちょっと暑くてもう30度になってますね。あと久々にですね、なんかヤフオクですね、落札の方しまして、ちょっと今後どうなるかわからないんですけども、ウィルコムのですね、ホームアンテナですね、ちょっと安く入手できたので、今発送待ちではあるんですけども、大阪からだったんで今日くらいにはもう届くと思いますけどもね。あと、ノートパソコンですね、1台、ビッサ世代のやつだったんですけども落札しまして、今日ちょっと代金、ちょっと払った感じですね。早ければ今週中に、届くかとは思いますけどもね。すごいですね、この飛行機を。したいなと思ってるのが、15年くらい前に買ったですね、自宅のコードレス電話なんですけども、古機のですね、液晶画面がちょっとやはりこう経年劣化で、読めなくなってきてたるので、来てるんで、ちょっとこれもですね買い替えようかなと思ってますね。送料込みで1台大体1000円くらいなので、予備でもう1台買っててもいいかなという感じですね。新しいのも欲しいんですけども、後期に2台となるとやはり2万くらいになっちゃうんですよね。だったら2000円くらいで2台買っちゃった方がいいのかなという感じですね。電池も、結構前に交換してるんで、持ちはいいと思いますので、故障っていう故障はそのやっぱり液晶だけでしょうかね。なんかそれだけ不具合があって、通話自体はできるんですけど、ナンバーディスプレイはちょっと見えないんで、
ちょっと不便だなと思ってたので、まあ、それも落札しようかなと思ってますね。すごいですね。練習飛行なんですけど、前だ Facebook で撮影したところが自宅近くのですね、山なんですけども、あそこは結構見晴らしが良かったですね。こちらでカットします。失礼します。
下りですね。挟んで右側がなんか有明っていうところだったと思いますけどもね。交差点5カ所あるところなんですよね。ちょっとここ分かりにくいんですけど、しかもここ止まれ2カ所になってんすよね。ちょっとまた別なラーメン屋さんにしますけどもね。
ですね。ああ、こちらもだいぶ日が経ちましたね。今日はやってましたね。反応してますね。はい、それではこちらでカットします。失礼します。久々にちょっと行きましたね。アルトに乗り換えてから来たことがなかったんで、多分1年以上行ってなかったと思いますね。今日はですね、上郷の里の方ですね。サウナちょっと入りたかったので、これから行ってくる感じですね。お店の名前と同じですね。味噌麺ラーメンっていうのをちょっと頼みましたね。値段も結構安いんで、以前はよく行ってたんですけどね。通常のやつが590円の麺大盛りにしてもですね、690円なので、かなりお安くっていう感じですね。いつもネギ味噌を食べてたんですけども、今日はちょっとあえて変えてみたんですよね。34度となってますけど、こちらから石巻市ですね。使うとちょっとですね、ルート的になんか外回りっぽくなるんで、こちらのルートですね、内回りと勝手に呼んでるんですけど、東松島市から来る場合はこちらのルートを使った方が早いかもしれませんね。なぜかここも石巻市という標識があるので、
ましたね。ちょっとエアコンフル稼働になってますからね。自転車屋さん、ちょっとうちのいとこになってるんですよね。こちらは道路広げるんでしょうかね。なんか拡張してるような感じですね。まだかつてこの直角の標識って見たことないんですよね。このやつなんですけど、まあ、これ後でキャプチャーしときますけどもね。しかも3つあるという感じなんですけど、ここに止まってましたね。バックしてくるんですよね。久しぶりですね。なんか3年ぶりくらいに来ましたけども、あんまり通ってないですからね、こちらの方も。
まあ、以前この空き地のところでスクーターが転んでですね、なんかちょっと身動きが取れなかった人がいたんで手助けしたことがあるんですけどね、もう5年以上前になりますかね、震災の前だったような気がするので、もうそれくらいになっちゃうかもしれませんね。車ですね。あ、これ営業車でしたね。渋滞はまったのは記憶にないですからね。まあ、定時走行できますんで燃費にもいいですからね。三陸だとなんか同じ風景ビューと飛ばして終わっちゃうんですけど、こちらだったら違う風景も楽しめますからね。この信号がちょっと異常に短いんですよね。20分くらいしか。あ、もう点滅始まっちゃいましたね。冷えてきましたね。前のトラックですね、掛け算ですね、午後25ってなってますね。これは鬼門ナンバーでしょうね。掛け算でしたね。
は天気がいいことですし、温泉終わったら常温山ちょっと登ってみましょうかね。今日はちょっと暑いので車でちょっと頂上まで行きますけどね。向かって真正面のですね、あの白い霊山があるところなんですけども、ここは車でも行けるんで、まあ、比較的楽に頂上まで行けますね。道路悪くなっちゃいましたね。ちょっと不便なところになりましたね。この間ちょっと回りましたら、1キロ近く回り道したんじゃないでしょうかね。ぐるーっとこう回る感じでしたからね。右折ですけどもね、難なく行きましたけど、
交差点を右折してくださいとありますね。とにかくこれ不便になりましたね、この総北インターなんですけど、渋滞緩和が目的だとは思いますけどもね。タオルを持ってきましたので500円で入れますね。こっちにも混んでますね。こちらも混んでますね。こちらに。じゃあ、それカットします。失礼します。長い時間入ってたんですけどね。では情報座の方に行ってこようと思いますね。
分かりませんけども、400メートルくらいあったと思いますね。涼しくなりましたね。また着く頃にわーっとしてくるんですけどね。車でも行けるんで、まあ行く時は楽して行っちゃいますけどもね。あるとはいいですね。スイスイ登っていきますね。
後ろからタクシーが来ましたね。タクシーの方が早いですね。タクシーに煽られておりますね。
く面がありましたね。はい、それではこちらでカットします。失礼します。